働きたくなーい。突然どうした？もう毎日毎日働かされて税金払って日本ってクソすぎる。逆にそれをやらなくていい国があるなら教えてくれ。贅沢言わないから稼いだ分が全部手取りになる世の中にならないかな。それが究極の贅沢な気が。もう働きたくないし納税もしたくない。国民の三大義務の二つを拒否しやがった。仮に働くのやめることができたらお前どうするんだ？ゲームやアニメとかをひたすら消化する。すぐに飽きそう。昔ファミ通とかにあった狂人的なやり込みプレイをやってみたい。あれ夢なんだ。どんな夢なんだよ。情熱を持って仕事した方が人生楽しめるのでは？もうそんな時代じゃないでしょ。それじゃ今回は晩年まで情熱を持って仕事をし続けたある経営者の話をしよう。いや私そういう話は聞きたくはない。聞いてくれたら参考成果のチーズアーモンドをあげよう。オーケーベイベーバッチコイ。ということで今回解説するのが、稲森和夫氏だ。私でも知ってる超有名な経営者だ。京セラ創業者として有名だな。いろいろと実績を残しているとは聞いてるけど、稲森和夫は1932年1月鹿児島県鹿児島市役市町で誕生。鹿児島県民って焼酎を水代わりに飲んでそう。鹿児島県民に怒られるぞ。9人家族の次男だった。今だったら大家族のテレビ番組に出てそう。この時代そんな珍しくもないから、和夫は母の着物の裾を掴んでどこまでもついていくというような子供だった。あらやだ、可愛いじゃないですか。しかしいつも泣いていて、一度泣いたら3時間泣いていたらしい。めんどくさい。父親は印刷屋に勤めていたんだが、出入りの紙問屋から認められて中古の印刷機械を譲られて、支払いは何年先でもいいし売り先も紹介するから、ということで父親は独り立ちした。そこまで仕事を認められたのか。まあ仕事は真面目で、納期は徹夜や日曜返上でも守る。真面目な職人さんだな。さらに手間賃も安い。忙しいけど儲からないってことじゃん。本人的には一家を養えればそれで良いという考えだったんだ。こりゃ貧乏暇なしっぽそう。子供時代は鹿児島の自然豊かな土地で果物や魚を取ったりした。屈強な子供ができそうだ。38年に尋常小学校に入学。あの泣き虫小僧がついに小学校か。その入学式が終わった後、親が帰ろうとした時に和夫はめっちゃ泣いたそうだ。泣き虫すぎるだろ。それで母親は帰れず、たった一人で最後まで残ってくれたそうだ。これは母親恥ずかしい。母親は、あんな恥ずかしいことはなかったわと言われた模様。母親が生きてる間ずっと言われそう。そんな泣き虫和夫くんの成績は良かったらしい。あら意外。それでだんだん時が大きくなって、いつしかガキ大将へと進化。ボイキングからギャラドスになったみたいだな。44年に中学受験に挑んだ。結果は？成績も内申書も低くて見事受験に失敗。それで尋常高等小学校に入学。妥当すぎる結果。さらに不幸なことに、おじさんが満州から帰ってきて和夫の隣で寝たんだが、病気をもらって結核の初期症状である肺浸潤になってしまい、長期間寝込んでしまった。不幸が続くな。寝込んでたら隣のおばさんが生垣越しに声をかけてきて、なんかいやらしい展開に。そうはならんから、和夫ちゃん、ちょっと難しいけどこの本を読んでごらん。それで渡されたのが、成長の家の創設者である谷口正春が書いた生命の実相だ。成長の家ってあの宗教の？ここから宗教にドハマりするとか。いや、心のありようや前向きに捉えるようになった程度だ。ポジティブになるぐらいだったらいいね。45年に鹿児島にも空襲警報が鳴り響くようになってから、担任の先生が、和夫くんは見どころがあります。それで中学受験を進める。ここから一気に合格するという流れ？いや桜散るだった。不合格だったんかい。それでも担任の先生が、和夫くんは宅私立の中学はまだ受験できるよ。先生も早鬼だな。それで結果はなんと桜咲くだった。諦めずにやった結果報われたのか。1年遅れで中学に入学したんだが、45年4月で空襲が激しい時代だったからな。やはり戦争は嫌ですね。まあその混乱で気づいたら病気が治ったみたいなんだがな。つまり病気は気合で治る？安易な精神論やめい。戦争は終わるんだが、家も印刷機もなくなった。オージーガス。さらに老後のために蓄えていたインフレからの預金封鎖、深淵切り替えですぐになくなった。鬼のような怒涛のコンボ。塩を作ったり着物を闇市で交換して生き抜いた。この時代の人間はたくましいな。和夫の体調が戻ってから勉強もするようになって、特に数学が得意になった。あのガキ大将が優等生に進化したのか。まあ喧嘩もしてた。進化しきれなかった模様。48年に中学を修了するんだが、父親に、お前も働け。まあ家計が苦しいだろうしね。卒業したら必ず就職するから、という風に押し切って高校に入学。ゴリ押し替え。
それで高校に入学して中学からやっていた野球にハマる。野球何回？そしたら米の行商をしていた母親から、苦労して高校に行かせたのに遊びほうけて、と怒られた。でしょうね。それで和夫は父親に、父ちゃん僕が売るからまた紙袋をやろう。ということで戦前作ってた紙袋製造と販売に乗り出した。紙袋なんて売れるの？市内をエリアに分けて曜日ごとに販売する地区を決めて効率的に営業したらだんだんと売れるようになった。高校生なのにすげえな。それでおばちゃんがおばちゃんを呼んで大成功だった。ババアのネットワークすげえな。ババアというなマダムと言え、売れすぎて数を一人だと難しくなったので中学を出たばっかの子を雇って自転車も買って手伝わせた。子供雇うな。結局福岡からの競合他社が現れて数は撤収。仕事は兄に渡して勉学に励んだ。溢れんばかりの詳細だな。高校3年になって受験か就職か、和夫は薬学を研究したいと思った。病気の件もあったからかな？それを父親に相談すると、高校だけはというから許したら今度は大学か、と言って激怒。ボールマウスは動かすものだ。不理論を正当化するな。父親は兄や先生から説得されて家に一切負担をかけないという条件で折れた。それで薬学の道を歩むのか、と思ったら医学部の受験に失敗。受験下手くそだな。浪人できなかったので地元の鹿児島大学に滑り込んで有機化学を専攻することに。あ、今度は大丈夫だったのか。それで大学に行ったら参考書が高かったので図書館に行って勉強して空手部で体を鍛えた。なぜに空手部？拳一つで OK だから。貧乏人が体鍛えるのにぴったりだな。4年に入って就活を始める。薬学に関係あるところを希望するんでしょ？朝鮮特需が終了して不景気でそんな行きたいところに行けなかった。なんか和夫はいつも不幸だな。それで大学の先生に紹介してもらったのが外資製造の会社。外資って何？電線と支柱とかの間を絶縁するものだ。磁気やガラスでできてる。ああ、なんとなく理解できた。でもこれで就職成功だね。一つ問題になったのが、今まで勉強してきた分野と全然違うんだが、和夫が勉強してきたのが有機化学、就職先は無機化学だ。先方も磁気関係を研究している人を欲した。教授はなぜ和夫を紹介した？それで急遽その分野の研究で卒論を作成することに。つけ焼き場すぎる。それで意外に高評価を得た。すげえな。こういう経緯で55年京都の元名門外資会社、松風工業に入社した。お、すごいじゃん。元名門。当時銀行管理同然でオーナー一族が内輪揉めしてておまけに労働争議も頻発。ダメ企業じゃねえか。要はあばら屋で部屋は一面わらくずだらけで畳の面影なし、食堂なしで七輪で自炊。西成の土屋よりひどくない？駅近くの惣菜屋に買い出しに行くとおばちゃんから。あんた民家をやけどどこの会社や。松風工業です。あんな会社におったら嫁も気よらんで。上手なぜその会社を紹介したー。ということで稲森の社会人編が始まる。不安でいっぱいだ。稲森は入社後特殊時期、ニューセラミックスの研究を任された。いきなり研究させてくれたんだね。それで当時の会社は受注が減って給料の遅配が発生。もう筆に死にたいじゃん。入社した同期4人のうち2人は秋までに辞めた。見切り早い。それで稲森も会社を退職しようと残りの同期1人と一緒に自衛隊の幹部候補生学校に願書を提出して試験を受けた。みんな辞める気満々やん。そして見事合格。グッバイ松風工業。それで実家に戸籍謄本を送るように手紙で依頼。戸籍謄本が必要なのか。だけど待てど暮らせど戸籍謄本がやってこない。なぜに？実家の兄貴が大学まで通わせてせっかく入った会社なのに半年で辞めるとは情けなか。それで一人取り残されるという事態に絶望しかない。でもう完全に吹っ切れてとことん仕事に打ち込むことに。会社の研究室で暮らして実験漬け生活にした。もうどうせ逃げられないならむしろ前に進むということか。そしたら会社の評価はどんどんと上がった。やっぱ優秀なんだな。松下電子からブラウン管のセラミック部品の受注が来て見事開発に成功したからな。そりゃ評価上がるわ。それで稲森が入社2年目で開発部隊が特次課として独立課を実質仕切ることに。ほぼ新人なのにすごい。少ない給料の多くを両親に仕送りして残ったお金を若い連中との飲み代につぎ込んで生活は苦しかった。大変だけど充実してるって感じだな。一体感があって辛くはなかったみたいだ。これも働き方の一つなのか。労働争議が激しい時代で会社がストライキに入るんだが稲森は拒否した。なんでよ、人はみんなでやらないと意味がないじゃん。
取引先に迷惑をかけるわけにはいかない顧客を失う可能性がある。ストが始まったら一度工場に入ると出られなくなる。じゃあどうすんのよ。食料や燃料、日用品を買い込んで籠城することに。どっちが運動してるかわかんねえな。会社の犬。格好するな。という風に罵倒されるんだが、稲森の部署が会社を支えていたので強くは言えなかった。十分言ってると思うんだけど、稲森は3年目には海外の会社からスカウトが来るぐらい評価が高かった。スーパーサラリーマンや。結局その話は断って稲森は主任に昇格。評価されてるってことだね。ただ銀行出身の社長になって上司は飛ばされて新任に外部の人間が就任。なんか嫌な予感がする。稲森は新しい製品の試作をしたんだが結果が出なかった。それで上司が、やる気を出させることを言ってくれるのかな？君の能力では無理だな。他のものにやらせるから君は引け。と言われてしまった。はぁ？これに稲森はブチ切れて、無理というのであれば会社を辞めます。それで自分で会社を立ち上げることに。急すぎる。前の上司などの助けもあり資本金300万円を集めた。そうか、稲森さんは全部お金使っちゃってたから貧乏だったもんね。58年12月に松風工業を退社。翌日同僚だった女性と結婚。一番大変な時期に結婚するんかい。松風工業の人間も一部稲森についてきてくれた。松風工業は稲森さんに色々引き抜かれすぎでしょ。稲森はこの時気持ちが高ぶりすぎて仲間たちと欠板状を作ってしまう。なんで？まあなんか形にしたかったのと勢いだろうな。それで59年4月に京都セラミックという社名で創業。それが後の京セラなんだね。社員28名、社長は筆頭株主の宮城電機の社長にお願いして元上司が専務、稲森は取締役技術部長だ。あれ、稲森さんが社長じゃなかったんだ。稲森は3代目だ。最初は技術者として腕を振るった。まあ会社の経営は素人だしね。そっちの方がうまくいきそう。稲森は世界一の会社を目指そうと高い目標を掲げた。高すぎて転げちゃうでしょ。初期は松下電子工業がテレビ用の部品を大量発注してくれた。松風工業さんの仕事がなくなってそう。ただ不慣れな機械と人員で量産体制を築くまで悪戦苦闘して徹夜機械作業が続いた。労働基準法が無視してそう。苦労した甲斐もありなんとか軌道に乗って初年度の売上は2600万円、経常利益300万円の黒字決算だった。初年度から黒字決算とはすごい。翌年も売上利益が倍増した。おお、これは世界一の会社になっちゃうかも。それで3年目に入るとある問題が浮上。どったの？前年に入社した高卒社員が突然稲森の前にやってきて、毎年の一定の賃上げとボーナスの保証をしろ。新人がわがまま言うんじゃありません。松風時代についてきた元々の社員は時間の概念がぶっ壊れてたんだが、どんだけブラックな会社だったんだ。新卒もそれに付き合わされて時には日曜にも作業させられることも。新卒を奴隷のように扱うんじゃありません。ドリルのように手のひら返しするな。彼らは脱藩者を出さないように欠板までしてたらしい。欠板ってその時ブームだったの？稲森はその若者たちと3日間交渉。なった。最後になったらその若者が稲森の手を取って泣いたらしい。何言ったの？その後稲森自身も悩んだ結果経営理念に、全従業員の物心両面の幸福を追求する。それでも足りないと思った稲森はさらに加えて、人類、社会の進歩発展に貢献すること。というのを経営理念に掲げて現在の京セラでも続いている。まあできたらいいけど理想論でしょ。ここからだんだんと会社が成長していって大手企業などにも売り込んでいき、難しい注文でも挑戦して信頼を勝ち取った。もともとできるものだったら大手に発注しちゃうもんね。60年には東京にも出張所を設けて営業を仕掛けた。ついに東京進出だ。だけれども東京では無名だったのもあってうまくいかなかった。まあそう簡単にはいかないか。それでアメリカ進出を狙った。どうしてそうなる？当時の日本はアメリカから技術を導入してたからな。それでアメリカに進出とは発想がすごい。市場もオープンなので取り扱ってくれると思ったみたいだ。無名の極東の企業がアメリカで成功するイメージが湧かない。それで稲森が単身でアメリカに渡るわけだが、出発前日に千葉県松戸市の公営住宅に住んでる友人宅を訪ねた。なぜ松戸市に、松戸に、もしかして重要な相談をするとか。洋式便所の使い方を教えてくれ。その話かい。そして62年夏単身で渡米。それで結果は？二度とアメリカなどに来るものか。結果は散々だったんですね。向こうの人は興味はあったみたいだが成果に繋がらなかった。そう簡単にうまくはいかないか。2年後再び欧米アメリカに進出。また行ったの懲りないね。
今回は商風工業の貿易部長だった人が入社してくれたので、この前と状況が少し違う。ということはもしかしていけるか？それでも受注に結びつかず。なんじゃい。しかしこの時は結びつかなかったが、その後海外からの受注が増えてくる。ということは努力は決して無駄ではなかったと。創業して4年で滋賀県に自社工場を建設することができた。逆にそれまで自社じゃなかったのか。それで100人を超えたあたりから稲森は懸念したことが出てきた。なんでさ、いろいろと順調じゃん。このままだったら京セラは開拓者としての熱意を失ってしまう。どういうこと？10人から20人ぐらいだと強い一体感を覚えるが、それを超えると難しい。まあセクショナリズムを覚えちゃうわな。個人の能力を最大限発揮させて、みんなが生きがいを持って働けるようにするにはどうすればいいのかと稲森は考えた。結局どうするの？そうだ、創業期に戻ればいい。お前は一体何を言っている？稲森は会社を小さな組織に分けて、一つの中小企業のように経営を任せて独立採算制にしたんだ。つまり小さな仮想企業の集合体ってこと？固定したものではなく、一つ一つ環境に適応して自己増殖する。これが稲森の代名詞とも言える経営手法、アメーバ経営だ。なんか本屋で見たことある気が。これで経営者意識を持ったリーダーや社員が出てきて、個人の能力が向上してやりがいを持てると思った。しかしそんな簡単にできるとは思えない。そうすると対外社内で自分の組織を優先しがちになるでしょ。これを前提にしているのが、社員に利他の心を広めることだった。なんすかそれ。自分を犠牲にしても他の人を助けようってものだ。うぷ主にはない心か。そんなことはありませんよ、利己的な意識を持つとアメーバ同士で争って崩壊するからな。でもそれ理想論でしょ。それを実現できたのが京セラだ。実現しちゃうのかよ。68年の京セラの製造現場では、時間あたりの採算が算出されていた。50年以上前にそんなことできたの？68年に京セラは業務管理に富士通製のコンピューターを導入することに。つうかそれまでコンピューターなしによくそんな時間あたりの採算なんて弾き出したな。それでその業務管理のコンピューターの担当に入社2年目の若手に任せた。社長そりゃ無理でんがな。最初は給与計算に使ってたんだが、もったいないということで受注生産販売システムを2年で構築。創業わずか10年の会社がよくその時代に作ったな。そしたら今度は稲森が、製造部門の時間あたりの採算性は分かったんだけど、営業部門のやつも知りたいな。それで担当者は1日の売上や経費を入力して、時間あたりの採算を弾き出すようにした。食っちゃったよ。さらに稲森は、今度は月末にその月の概算数字が欲しいな。とうとう未来の数字まで要求しやがった。それで担当者は作成した。できるんかい。これで各アメーバの数字がほぼリアルタイムにわかるシステムが出来上がった。こんなの作って効果あるの？これにより問題を早く認識できるようになり、応急措置ができるようになる。これがアメーバ経営で京セラを支える大きな武器で、他の会社でも利用されているものだ。こんなに細かく作らなきゃいけないのか。話を事業に戻そう。66年に IBM 社から ICO の部品を2500万個受注した。年間売上5億円だった時代に 1.5 億円の案件だ。年間売上の3割の案件ってやばいな。しかし IBM の要求レベルが他社より桁違いに高くて悪戦苦闘した。やはり大手の案件は厳しいのか。しかし社員の努力もあって、なんとか受注から検査に合格して毎月100万個納入できた。初めて納入した時、稲森が思ったのは、人間能力は無限だ。無理というのは嘘つきの言葉という意味か。そうじゃないから。これにより京セラの評価は高まった。社員が優秀だな。68年にロサンゼルスに事務所を構えた。 IBM に評価を得たことにより、一気にアメリカに切り込もうと。フェアチャイルドとの取引が大きかったんだが、効率も悪かったこともあって、サンタクララのサニーベイルに引っ越した。サンタクララということは今のシリコンバレーじゃん。まあ当時何もなくて一面のサクランボ畑だったんだがな。そこの土地を購入してたら大儲けできそう。69年に現地法人を作って、稲森が自ら社長に就任。支配人は日本人だが、営業部長や庶務にアメリカ人を採用。本格的なアメリカ進出だね。昼間は営業、夜は書類の処理に追われて、週末も翌週の準備。ほとんど休みを返上して、アパートには深夜戻って寝るだけ。京セラの人はよく働くなぁ。家庭を大切にするアメリカ人には異質に見えたらしく、その猛烈な働きぶりから神風会社と名前がつくほど。例え方がひどい。ちょうどこの時代は半導体産業の勃興期で、インテルなどいろんな会社が誕生していた。それでシリコン製の IC チップ等を保護するための入れ物となるセラミックパッケージの需要が増えていた。セラミックということは京セラさんの出番じゃないですか。それでアメリカ事業は好調だった。
先見の明があるな。71年ぐらいから落ち着いたんだが、稲森がフェアチャイルド社に尋ねたら、向こうの副社長が、稲森さん買い取ってほしいものがあるんだけどどうですか？急に何よ。それで半ば強引に紹介されたのがサンディエゴのセラミックパッケージの工場。機械を買い取ってくれとか？いや、工場丸ごと全部買い、日本で生産した方がいいのでは？メーカーへの安定供給、輸入制限への懸念もあって買収した。勝ち切ったよ。だけど稲森さんの手にかかれば余裕でしょ。半年で累積赤字が買収額を上回るほど大苦戦。ひぃー、これはもう終わった、撤退せねば。しかし京セラは諦めなかった。そしてこの経験は稲森の大きな糧となるんだ。これが一体どういう役に立つんだ？ということで、ちょうど時間もいいのでここで休憩だ。休憩するんかい。